はい、どうもどうも、皆様、こんにちは。こたつです。はい。ということでですね、はい、今回はですね、黒い砂漠、ブラックデザートをやっていきたいと思います。でもこれはですね、MMORPG でですね、なんかグラフィックが綺麗で、なおかつ、何でも自由にできると。僕はですね、じゃあとりあえず、ですね、この漁商人、そう、漁商人の生活をちょっと営んでいきたいので、まずはですね、じゃあ第一章、新人からの脱却ということでですね、ここから始めていきたいと思います。じゃあゲームスタート。ですね、このゲームですね、もう開設っていうか始まって1年ぐらい経ってるんですけど、新しくですね、サーバーの方がメディアっていうのができまして、で、ここにまず入場したいと思います。で、キャラクターはですね、はい、まっさらな状態です。で、ここからキャラ作りしていきたいと思います。レッツゴー。はい。はい、というわけでですね、はい、お待たせしました。こちらが、僕のですね、こたつの操作ですですね。ですね、メーターの方を見るとですね、防御力以外はですね、なんかめちゃくちゃ強いらしいんで、これにしてみました。はい。というかね、多分これは俺の好みだと思うよね、完全にね。はい、まあそんなことはさておき、じゃあゲームスタートしていきましょう。ゲームスタート。いきましょうか。はい。というわけでですね。はい。ここはどこだ？人間の生命図。というところでですね。はい。ゲームが始まったわけですけど。はい。ということでですね、なんかいきなり始まってしまったんですけど、お前と俺、二人だけのことを考えればいい。人間は俺たちにとって面倒なことばかりをやらせるじゃない？はい。どうだこれ。大丈夫か？そろそろ気をしっかり待って。ちょっと待って。もうちょっとリモコンの使い方がうまくできない。
はい、はい。というわけでですね、なんかチュートリアルがクリアしたみたいなんで、はい、報酬がもらえますと。ワゴンなければ、とりあえずロバでも手に入れてみてください。というわけでですね、はい、最ロバ初は足は、が遅いものの、所持おお。品を乗せることができます。最初はですね、まあ、まずは、ロバを手に入れるところから始まるそうなんですけども、会話？ちょっと待ってくださいね。このうまくいかないんだよね。カバ、ちょっとね、邪魔をしてくるよね。で、ちょっと待ってくださいね。オッケー。ごめんなさいね。この周辺には野生馬が多く生息しています。まあ、たまには馬のお尻を蹴飛ばしたいと思ったりもしますが、あなたもそうですか？基本から始めた方がいいでしょうと。はい、じゃあ行きましょうかね。 はい。野生馬を飼い慣らすことは簡単ではありません。ありがキーとう。ボードのコントロールキーを押すと、マウスカーソルのオンオフが可能です。この時、受けた依頼情報の赤色ボタンをクリック。ちょっと静かにしてもらえますか。まあ、最初はですね、まあ、チュートリアルなんでね、この矢印に沿ってですね、進んでいけばなんとかなるんですけど、まあ、だんだんとですね、まあ、こういうのがなくなっていくと。あ、やばいやばい。ちょっと未だにうまくね、使い慣らせないですね。すごいですね、このグラフィック。そうですね。今やってるのは標準画質でやってます。本当はね、これ以上の、もっと高画質、最高画質ってあるんですけど、まあ、それは、高スペックなね、パソコン持ってる方はね、ぜひこれ無料なんでね、試してみてください。というわけでね、はい、ちょっと失礼しますね。苔の顔だが、他の地域から来たのか。はい、村長さんに会いましたね。はい。心配することはないって書いてあるんですね。冒険楽しんでたんだって。このおじいさんが冒険をやってるやつなんですね。はい。ということでね、はい、行きましょこのう。はい。村には立派なスキル教官が3人もいるから、来てよかったが。スキル強化。はい。ということでですね。この頃、ハイデルからジャレットというお嬢様まで、なんかまあ、いろいろ人が来てるという話ですかね。はい。ハイデルからジャレットというお姫様が訪問した。いや、さっき聞きすましごたよ。い温泉 さっき聞きました。はい。今、殴っちゃいけないもんで殴ったでしょ。武器で殴られ、はい。隣の、この人かな。エダン。エダンと話をしましょうと。はい。あれ？君をここに導いたのは運命なんだろうな。かっこいいですね。エダン君、なんか超イケメンですね。なんか、ジャスティン・ビーバーみたいな感じですね。はい。ってわけでですね、はい、交換料と。闇の中でもまあ、光にパ向ンけとるなんか力。まあ、依頼がどんどん完了されていくんですけど、経験がだんだん道を見せてくれるはずだ。はい。ありがとうございます。強めラビスすげえリバはい。はい。闇の連撃。お前の力は途方もなく足りないと。このままだとすぐ倒れてしまう。まあ、なんか、まあ、チュートリアルなんでね。まあ、文字はボンボンボーンって飛ばしていこうかなと。ああ、やっとだ。クリアできた。
はい、というわけでね、はい、お話。オルビアは我々自警団が。はい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 、もう嫌です。はい、この黒い塊の中、妖精みたいなのがですね、ほな、何うるさい、クソカブトムシ、あ、草カブトムシね。はい、というわけで未来目標はミニマップで簡単に把握できます。今度は実際にカブトムシを飼ってみようと。はい、いきましょうか。未来目標を示してここら辺に何かいると、お、なんか戦闘地域に入りましたね。はい、ほい、来ました。あ、だあ、やばい、なんか違うやつもなんか聞き込み、あ、やばい、ちょっと待って、暗いか、ちょっと待って、はい、魔の子アイテム取ると。はいはい、アイテムね、回収していきましょうかね、随時にね。はい、で、何、スラッシュは何をせばいいの。あ、来た。はい、というわけでですね、はい、どんどん進めていきましょうかね。はい、選択しろと。じゃあ、HP ポーションでいきましょうか、最初は。はい、今度はイタチですね。イタチをクリアしていきましょう。難しいな、これ。いやー、まあこういうゲームね、初めてなんでね。はい、行きましょうかね。これですね、キツネを倒すと。いや、もう虐殺じゃないですか、ね。何もしてないよ。敵とかなんか襲ってくるとかそういう感じじゃないんですね。自分から襲っていくスタイル。はい。まあじゃあ、倒しちゃったからにはね、はい。おっと、なんか急になんか、ゴブリンみたいなのと戦うことになりましたね。いきますよ。襲ってこないのに襲うのはどうなんだろう。だってもう完全に、自分が襲ってる側ですからね、もう完全に。最低だわ、ほんとに。してないのにやられるって。嘘だろ、もう通り魔的な、辻斬りで辻斬り。これはやばいですね。妊婦の服を奪うってすごいこと書いてあるんですよね。あ、いた。いた。痛いですね。よし。まだあるんですか、これ。はい、また間違えてしまった。はい、というわけでですね、はい、インプたちを殺した、どうだみたいな、ひどすぎ。はい、じゃあどうかね。あ、だ、やばい。さすがにインプたちも怒ってますよ。そら怒りますよ、何もしてないのにいきなり襲われたら。
なんかちょっと強そうなのいるんだけど。インクたちが力をもらう場所が人間たちがいた。やばいやばい。ちょっと待って待って。なんか攻撃。やばいやばい、攻撃食らうな。この敵地の間で会話なんかしてたらやばいって。暇となってうすら記憶に。あ、はい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 、鋼鉄こたつに変えるのはどうなんだ。今度はまた違うモンスターを倒していく感じですね。はい、はい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 。今度はこれですね。急に会話してる。やばい、ちょっと待って、強いな。はい、今度はなんかすごいやばいところありますね。なんかすごいな、これ邪神鳥みたいな。いやー、ひどいですね。大量ミアクサス。俺の糧になれってことですね。はい。じゃあですね、なんかだいたいチュートリアルが終わったみたいなので、一旦ここら辺でね、休憩にしたい、一旦中断終わりにさせていただきたいと思います。どうしようかな。最後はね、なんか、このね、この世界のね、すごいところを見てね、綺麗なんだよーっていうのをね、ちょっと見せてあげたいんですけど、何せね、ここちょっと来すぎちゃったんでね。あ、そうだ。じゃあ、どうせなら、せーの、ジャンプって感じで行きましょうか。行きますよ。せーの、ショット。はい、というわけでですね、はい、ここまでやってきたわけでですけども、見てください、この感じ。この見渡せるものですね、全すべてがですね、行ける場所となっております。まあまあ最初はですね、まあロバを手に入れるところから始まって、そっから新ルーキーからの脱却、そして防衛魚商人と、しがないでます。ロレンスですよ、ロレンス。まあ、ホロは連れていけないけども、この黒い悪魔みたいな、悪魔というものを、まあ、連れてってですね、これから行きたいと思います。ほんじゃ皆さん、また来週？来週ではないですね。また、また、またご視聴。